川、新見南吉。四人が川の淵まで来たとき、今まで黙ってついてくるような風だった薬屋のこの音次郎くんが、ポケットから大きな柿を一つ取り出して、こう言った。川の中に一番長く入っていたものに、これあるよ。それを聞いた三人は、 別段驚かなかった。怒りんぼの薬屋の乙次郎くんは奇妙な少年で時々口を切るとその時皆で話し合っていることとはまるで別のへんてこなことを言うのが癖だったからである。三人は何よりもその商品に注意を向けた。艶やかな皮を薄くむくとすぐ水分の多い黄び色の果肉が現れてきそうな。 形の良い柿である皆はそれを百目柿と言っている。この辺で取れる柿のうちでは一番大きいうまい種類である。音次郎くんの家の広い屋敷には柿やみかんやザクロなど子供の欲しがる果物の木がたくさんある。音次郎くんが奇妙な少年であるにもかかわらず。 友達がおとじ次郎くんのところへ遊びに行くのは果物がもらえるからだ。ところで、商品の方はまず申し分なしとして、川の方はどうであろう。秋も末に近いことだから水は流れてはいない。けれどこの川は幅が狭い代わりに赤土の川床が深くえぐられていて、冷たい色に澄んだ水が かなり深くたたえられている。夏、水浴びによく来たから、だいたい深さの見当はつくのである。へその辺まで来るだろう。三人はちょっと顔を見合わせて、どうしようと目で相談したが、すぐ、やったろか、と、やはり目で話をまとめた。するともう、森委員の徳一くんが、ズボンのバンドを緩め始めた。 何かしがいのあるいたずらをするときのように顔が輝いている。ほらふきの平太郎くんは着物だったのでまずかばんを外して尻まくりしパンツを脱いだ。久助くんも遅れてはならぬとズボンを脱いで緑と木の混じった草の上に捨てた。脱いでしまうと変に下が軽くなった。 風が素足に冷え冷えと感じられる。徳一くんを先頭に、川っぷちの草にすがりながら川の中へ滑り降りた。一足入れると、もう膝っこぶしの上まで水が来るのである。冷たいなあ足から身内に上がってくる冷気が自然に三人に言わせるのであった。柿が欲しいだけではなかった。 今自分お尻をまくって水に入ることが面白いのだった。そこで三人は上で見ている音次郎くんに言われるまでもなく真ん中あたりまで入っていった。案の通りだった。水はひたひたとはい上がってきて、すけくんのおへその一センチばかり下で止まった。三人は向き合って立って自分のへそを改めて眺めたり、 人のへそを観察したり、自分たちのざまのおかしさにくすくす笑ったりした。しかしものを言うと、歯がカチカチなって、妙に力が背中に集まるような気がした。動くと冷たさが一層ひどく感じられた。しばらくみな黙っていた。どこかで日暮れの牛が寂しげに泣いた。それを潮に、徳一くんが、 厳粛な表情になって、そろりそろりと岸の方へ動き出した。まだ濡れていないところをなるべく濡らさぬようにゆっくり行くのである。久助くんと平太郎くんは顔を見合わせたが、もう笑わなかった。久助くんは二人きりになると、この遊戯はひどく馬鹿げていると感じられたので、まだ我慢すればできたのだが、 勝ちを平太郎にに譲ることにした徳一君がしたようにそろりそろり岸の方へ歩み寄って草にすがって上に上がった草を踏んで立つと冷えのために足の裏がしびれているのがよくわかるすぐ手ぬぐいで足から腰を拭いてパンツとズボンを履いた体が震えているからズボンを履く時よろけていって やはりズボンを履いている徳一くんにぶつかった。まだ平太郎くんは川の中に入っている。もう勝ちは決まったのだから何も痩せ我慢しているわけはないのだが得意なところを人に見せたいのだろう。こういう点がほら吹きの平太郎くんの馬鹿なところであると九介くんは思って見ていた。平太郎くんは平気を装って 南の方を向いて立っていた。負けた二人はからかいたくなって、上から、頑張れ頑張れ平坦と声援した。じ次郎くんもどういうつもりか、それに声を合わせた。柿、食べてしまおうかよと、徳一くんがいたずらっぽい目を光らせながら囁いたとき、九介くんは、そいつは平太郎くんがかわいそうだという気持ちと、 そいつは面白いという気持ちが一緒に動いた。平太郎くんを怒らせるのはとても面白いということを、これまでの経験で皆よく知っているのである。川の中の平太郎くんが聞きつけて、こすいぞと叫んだ。そらもう始まった。早くしろ早くしろ。徳一くんが素早く乙次郎くんの手から柿を奪い取って、一口かぶりついた。 案の定黄色きびいろのうつくしいかにくがあらわれた。それをとくいちくんからうけとると、きゅうすけくんはとくいちくんのかじったはんたいがわのほうをおおきくかじった。そして、あとをもとのおとじろうくんにわたした。するとおとじろうくんもひとくちかじったので、かれもまたこのいたずらにさんかしていることがわかった。へいたろうくんは、 今更わめいても追っつかぬことを見てとった。彼は先の二人のようにゆっくり岸に近づいた。それから緑の草に捕まった。けれど捕まったままじっとしている。何か思案している様子である。こちらの三人は顔を見合わせた。三人の顔から茶目っ気がしばらくためらって、そして抜けていった。 シーンとなった。青ざめた顔を平太郎くんがしかめた。そして腹が痛い時のように腰を折った。どうした平太んと徳一くんがおどおどして聞いた。上がってこいよと久助くんも一緒に行った。それでも平太郎くんは片手で草につかまったまま。 動こうとはしなかった。ほうげたの下のひとところ、チョークでもなすりつけたように白いのが、きゅうすけくんの目に痛々しく映った。これは大変だと思った。三人は寄っていって、平太郎くんの冷たい手を握って上に引っ張り上げると、平太郎くんは死にかかりの人のように力なく、三人のなすがままになった。上がってきてきも彼は べそをかいた顔つきで、ぼけんとつったっているので、三人は始末をしてやらねばならなかった。徳一くんと九介くんは、めい,めいの手ぬぐいを提供して、平太郎くんの片足ずつを拭いた。乙次郎くんは、草の上からパンツを拾ってきた。平太郎くんは、何から何までみんな人にさせた。帽子までかむせてもらった。 ところで平太郎くんはすっかり身支度ができたのに歩き出そうとしなかった。時々痛みが襲うかのように顔をしかめて腹のところから体を折った。あとの三人は困ったなあというように顔を見合わせた。しかし本当に平太郎くんの体に故障ができたかどうか三人は半信半疑だった。というのは 平太郎くんは以前から死んだふりや腹の痛む真似が非常にうまかったからである。フットボールが飛んできて平太郎くんの頭に当たりでもすると彼はふらふらとよろめいて地べたの上にところきらわずばったり倒れ当たりどころが悪くて自分はおだぶつしてしまったのだという様子をしてみせるのであった。その真似は真に迫っていた。 久助くんはまだ人間がフットボールに当たって死ぬところを見たことはないが、もしそういうことがあるならば、きっと平太郎くんがする通りの所作をして死ぬだろうと思っていた。たびたび平太郎くんの真似に騙されたものでも、一旦平太郎くんが死んだ真似をして倒れると、今度こそ本当に死んでしまったのではないかと思うのだった。そして皆が、 そろそろ心配しかける頃を見計らって死んでいた平太郎くんはひゃっというような叫び声を上げて生き返ってくるのが常だったのである。だから今日もあの手ではないかと三人は思った。商品の書きをせしめられた腹いせに今日の芝居はいつもより手が込んでいて長いのではあるまいか。しかし 実際顔の色がいつもより青い。それにフットボールが当たったくらいのこととは違って、かなり長く下腹部を冷やしたのである。病気になる可能性は本当にあるのである。それなら、こりゃ自分たちも同じように腹を冷やしたのだから、同じようなことになるのではないかと、久助くんは今度は自分の腹が心配になりだした。そう思うと、 なんだかへその下の方がシクシクするみたいである。よし、おぶされ。と、徳一くんはしゃがんで背中を平太郎くんの方に向けた。平太郎くんは力なくおぶさった。おじろうくんが徳一くんのランドセルを持ち、久助くんは平太郎くんの足から脱げて落ちた汚い下駄を持った。 どさくさ紛れで地に落ちて砂にまみれた食いかけの百目垣を九介くんはポーンと川の中へ蹴飛ばした。そして三人は出発した。次の朝、九介くんはヤギに餌をやるため小屋の前へ行って濡れた草を手で掴んだとき、昨日の川の出来事を思い出した。と同時に、 平太郎くんはどうなったろうという心配が重く心にのしかかってきた。まもなくまた忘れてしまった。だが心配の重さだけは忘れている間も心に残っていてなんとなく不愉快であった。七時半になるといつものように家を出た。学校の裏手へ向かって一直線に走っている細い道に出たとき、五十メートルほど前を 薬屋の音次郎くんが何かつまらないことでも考えているように、拍手をしては右手を外の方へうっちゃりながら歩いていくのを見た。久助くんは二人で心配を分かち合い、一人で苦しんでいることから免れようと思って走っていった。けれど音次郎くんは昨日のことなどまるで気にもかけていない様子であった。自分は 取り越し苦労をしていたのかと久助くんは思ってほっとした。何でもなかったんだ。音次郎くんは久助くんと一緒になっても相変わらず拍手を続けながら自分一人のつまらない考えを追って歩いていた。間もなく後ろからごつごつとランドセルの音をさせて誰か走ってきた。森委員の徳一くんである。 この間、新調したばかりの帽子のひさしを光らせながら、おはよう、と元気よく近づいてきた。そしてこう聞いた。今日、算術の宿題なかったかね徳一くんもやはり昨日のことなんか気にしていないのである。事実何でもないのだろう。この世にはそう簡単に、出来事は起こらないのだ。三人は教室に入った。 他のものはもう大抵来ている。教室の中にも十人ほどいる。その中には平太郎くんがいないことを久助くんは一目で確かめた。平太郎くんの席は徳一くんのすぐ隣にあった。用具がそこに入っているかと思ってそちらを見たとき、九介くんは徳一くんもやはりそういう目つきで見ているのを発見した。のみならず、 おとじろうくんもやはり、平太郎くんの席を見ていた。みんな、心の奥で同じ心配を持っているのだ、と、九助くんはわかった。徳一くんが、ちょっと平太郎くんの机の蓋を開けた。九助くんは心臓がどきつくのを覚えた。中には何も入っていなかった。その日から、平太郎くんは、 学校へ来なくなってしまったのである。5日、7日、10日と日はたっていったが、平太郎くんは学校へ姿を見せなかった。しかし、誰一人平太郎くんのことを口にする者がいない。九助くんはそれが不思議だった。5年間も共に生活した者が、不意に抜けていっても、 あとの者たちは何事もなかったように平気でいるのである。だが、これが当たり前のようにも思われた。九助くんは、徳市くんとじろ郎くんだけは自分と同じように消えてしまった平太郎くんのことで心を痛めていることはわかっていた。それなのに、この三人は一言も平太郎くんについて言わないのであった。そればかりでなく、 妙にお互いの目を恐れて、お互いに避け合うようになった。さまざまに久助くんは思いまどった。例えば、先生に一切のことを打ち明けて、謝ってしまったらどうだろう。心が軽くなるのではあるまいか。しかし、あの川のことがもとで、実際平太郎くんは病気になったのなら、平太郎くんがそれを黙っているはずはない。 おお父さんかお母さんんか母にに話したに相違あるまいそうすればお父さんあるいはお母さんの口から先生のところへ情報は届いているはずであるひょっとすると先生はもう何もかもご存知なのかもしれないそれをわざと知らんふりしておられるのは九介くんたちが自首して出るのを待っておられるのではあるまいかそんなふうに思って知らず知らず 首をすくめながら先生の顔を伺う,うこともあった。ある時は自首したい衝動にひどくかられた。それはちょうど酷使の時間であったが、いつも面白く聞ける酷使の話が心の中の反問のためにちぎれちぎれになってちっとも面白くないので、こんなに情けない目に遭うのも自分が秘密を持っているからだ。 行ってしまいさえすれば、心は解放されるのだ、と思うと、突如立ち上がって、先生、僕たち三人で、平太郎君を騙して病気にしたのです、と叫びたくなった。しかし、平常と少しも変わらないあたりの空気が、なぜかその衝動を抑えさせた。真っ昼間、心も確かなのに、 久助くんは自分のすぐ傍らからもう一人の久助くんがすっくと立ち上がって、先生と言い始める幻影を三度も四度もはっきり見たのだった。耳が人員となって両手に汗を握っていた。二ヶ月、三ヶ月と過ぎた。まだ平太郎くんは学校へ姿を見せない。 その間、久助くんは、平太郎くんについて、ほとんど何も聞かなかった。ただ一度、こういうことがあった。ある朝、久助くんが教室に入ってくると、ちょうど行き違いに、二人の旧友が、机を一つ廊下へ下げ出していった。誰のいと何気なく聞くと、一人が、平太んのだよ、と答えた。 それだけであった。それからこういうことがもう一度あった。薬屋の乙次郎くんがある午後、裏門の外ですけくんを待っていて、今から平坦のところへ薬を持って行くから一緒に行こうと誘った。すけくんはびっくりしたが同意して出かけた。薬はアスピリンというよく熱をとる薬だそうである。 平太郎くんは風邪をひいたのがもとだから、このアスピリンで熱をとればすぐ治ってしまうと、乙次郎くんは医者のように自信を持っていった。本当にそうだと知らないくせに、九助くんも思った。それにしても、それほどよく効く薬なら、なぜもっと早く持って行ってやらなかったのだろう。やがて、 いつもは通らない村はずれの常年寺の前に来た。常年寺の土塀の西南の隅に小さな家が土塀に寄りかかるように事実少し傾いている。立っている。それが平太郎くんの家である。二人は土塀に沿って歩いて行った。平太郎くんの家の前に来た。入り口が開いていて 中は暗い。人がいるのかいないのか、小鳥とも音がしない。日の当たる敷居の上で、猫が前足をなめているばかりだ。二人の足は止まらなかった。むしろ足は速くなった。そして通り過ぎてしまい、それきりだったのである。久助くんは、他の友達と笑ったり話したりするのが嫌いになった。 そして一人でぼんやりしていることが多かったそれからひどく忘れっぽくなった何か仕掛けて忘れてしまうようなことが多かった今手に持っていた本がふと気づくともう手になかったどこに置いたかいくら頭を絞っても思い出せないという風であったお使いに行って買うものを忘れてしまい 当てずっぽうに買って帰ってまるでラジオで聞く落語みたいだと笑われたこともあった元から久助くんはどうかすると見慣れた風景や人々の姿がひどく殺風景に味気なく見えそういうものの中にあって自分の魂がちょうどいばらの中に突っ込んだ手のように痛められるのを感じることがあったが このごろは一層それが多く、一層ひどくなった。こんなつまらない嫌なところになぜ人間は生まれて生きなければならぬのかと思ってぼんやり庭の外の道を眺めていることがあった。また冷たい水にわずか5分ばかり入っていただけで病気にかかり死なねばならぬ、九介くんには、 平太郎君が死ぬとしか思えなかった人間というものが一層惨めなつまらないものに思えるのであった三学期の終わりごろついに平太郎君が死んだということを久助く君は耳にした弁当の後久助く君は教壇の脇で日向ぼっこをしていたすると 向こうの隅で話し合っていた一団の中から、平太が死んだげなぞ、と一人が言った。ホケ、と他の者が言った。別段驚く風も見えなかった。久助君も驚かなかった。久助君の心は驚くにはくたびれすぎていたのだ。 裏のわら小屋で死んだ真似をしとったら、本当に死んじゃったげな。と、はじめの一人が言うと、他の者たちは明るく笑って、平太郎くんの死んだ真似や、腹痛の真似のうまかったことを、ひとしきり話し合った。久助くんはもう聞いていなかった。ああ、とうとうそうなってしまったのかと思った。そっと片手を、 床の上の日なたにはわせてみると自分の手はカサカサしてくたびれていて悲しげに醜く見えた日暮れだった久助くんの体の中に漠然とした悲しみが漂っていた昼の名残の光と夜の先ぶれの闇とが地上でうまく溶け合わないような 妙にちぐはぐな感じのひとときであった。久助くんの魂は、長い悲しみの連鎖の続きを、くたびれ果てながら、旅人のようにたどっていた。六月の日暮れの、微妙な、そして豊富な物音が、戸外に満ちていた。それでいて静かだった。久助くんは、 目を開いて柱にもたれていた。何か良いことがあるような気がした。いやいや、まだ悲しみは続くのだという気もした。すると、遠いざわめきの中に、一声、小ヤギの鳴き声が混じったのを聞き止めた。久助くんは、しまったと思った。生まれてから、 まだ20日ばかりの小ヤギを昼間川上へ連れて行って昆虫を追っかけているうちつい忘れてきてしまったのだしまったそれと同時に小ヤギは一人で帰ってきたのだと確信を持って思った久助くんはヤギ小屋の横へ駆け出していった川上の方を見た小ヤギは向こうからやってくる 久助くんには他のものは何も目に入らなかった。小ヤギの白い可憐な姿だけが、小ヤギと自分の地点をつなぐ距離だけが見えた。小ヤギは立ち止まっては川ちの草を少しはみ、また少し走っては立ち止まり、無心に遊びながらやってくる。久助くんは迎えに行こうとは思わなかった。 もう確かにここまで来るのだ。小ヤは電車道も越えてきたのだ。電車にも引かれずに。あの土手の壊れたところもうまく渡ったのだ。よく川に落ちもせずに。九助くんは胸が熱くなり、涙が目にあふれ、ポトポトと落ちた。小柳は、 一人で帰ってきたのだ。久助くんの胸に今年になってから初めての春がやってきたような気がした。久助くんはもう平太郎くんが死んではいないきっと帰ってくるという確信を持っていたのであまり驚かなかった。教室に入るとそこに いつも平太郎くんのいたところに洋服に着替えた平太郎くんが白くなった顔でニコニコしながら腰掛けていた。久助くんは自分の席へ着いてランドセルを下ろすと目を大きく開いたまま平太郎くんを見て突っ立っていた。そうすると自然に顔が崩れて平太郎くんと一緒に笑い出した。平太郎くんは 海峡の向こうの親戚の家にもらわれて行ったのだが、どうしてもそこが嫌で帰ってきたのだそうである。それだけ九助くんは人から聞いた。川のことがもとで病気をしたのかしなかったのかはわからなかった。だが、もうそんなことはどうでもよかった。平太郎くんは帰ってきたのだ。 休憩時間に平太郎くんが運動場へ裸足で飛び出していくのを窓から見たとき、九介くんはしみじみこの世は懐かしいと思った。そして滅多なことでは死なない人間の生命というものが本当に尊く美しく思われた。そこへもう一つ思い出すことがあった。それは去年の夏。 君と川遊びに行って川から上がったばかりのピカピカ光るお互いの裸感冒を生い茂った夏草の上でぶつけ合い狂い合って互いに再現もなく笑い転げたことだった。